ご意見を踏まえまして、経済面の部分から、外国人労働力について河野さんいかがでしょうか。はい、さっき 0.2% の微減という話がありましたが、人口が 0.2% 減るというのは、トータルの人口が 0.2% 減るというのは、これは微減ではありません。さっき申し上げたように、都道府県一つがなくなるぐらいの数が毎年減っていくわけです。それが労働市場に与える影響、あるいはマーケットに与える影響というのは、これは相当大きなところに来ている、そういう認識を持ってまずもらわないといけないだろうと思います。これだけのスピードで人口が減っている国というのは、なかなか外国でもありません。日本の人口減少、あるいは高齢化というのがどういうふうになっていくのか、それに対応するために何をやったらいいのかというのは、おそらく韓国、中国、あるいはヨーロッパ、みんな日本がどうするかというのを見ている状況にあるんだろうと思います。そういう意味で今日本は、一つの実験台になっている。で、その中でよくあるのが、その人口が減っても、その経済を大きく成長させなくても、みんながなんというか心豊かに暮らせればいいじゃないかという議論がありますが、残念ながらその経済が停滞をして心豊かに暮らせるかというと、それはおそらくありえないだろうと思います。例えば南米のアルゼンチンというのは、かつては先進国でした。これは経済が停滞をして先進国から転げ落ちた状況にありますが、じゃあそれでどうなのかということを見ていると、それはやっぱり相当きついんだと思います。日本はバブル崩壊から1人当たりの GDP がずっと4万ドル、その間に欧米はどんどんと成長して1人当たり GDP を伸ばしてきてます。この割合がどん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 広がっていったときに、明らかに日本が先進経済から落ちこぼれたときに、心豊かならいいじゃないかと果たしてどれだけの人間が言えるかというと、おそらくそれは過去の政策の失敗をみんなが批判をして、だから我々の生活は苦しんだということになってしまうんだと思います。だからやはりできる限りのことを今きちんとやるというのが非常に大事だと思います。1人当たりの生産性を上げれば人口が減ったってカバーできるじゃないかという議論が確かにありますが、この日本の人口減少をカバーするだけの1人当たり生産性の上昇ができている国は多分他の国を見てもありません。この1人当たり生産性の議論というのはずっとバブル崩壊後言われてますが、いまだに多くの産業、特にサービス業では、アメリカやヨーロッパの1人当たり生産性をも下回っているのが現実で、その中で1人当たり労働力の労働生産性を上げていけば人口減少がカバーできるというのは、それはなかなか正直難しいのが現実だと思います。諸外国は失業率の問題がありますけれども、日本はこれからこれだけ人口が減っていきますから、むしろ失業率の問題よりも、この労働力が減ることによって、あるいは人口が減ることによって賃金が上がっていく、賃金が押し上げるインフレにどう対応するのか、あるいは収縮しているマーケットにどうするのということを考えなきゃいけない国に多分なってくるんだと思います。そういう意味で、その日本がそれにどう対応するかというのをいろんな国がまず見てるんだろうと思います。で、よく言われるのが、本当に足りなくなったら議論しようよという方もいらっしゃいますが、本当に足りなくなってから議論をしてもおそらく間に合わない。それはなぜかというと、もういろんな国の労働市場がオープンになっていて、後から入っていくときに、じゃあどれだけ本当にクリームを取れるかというと、そこはなかなか難しいんだと思います。
昔からフィリピンの看護師さんに来てもらおう、あるいはいろんな国の看護師さんに来てもらおうという議論をしてましたが、例えばフィリピンの看護師さんなんかは英語ができますから、別に日本に無理していく必要は全くないよ、どこの国でもうちの看護師さんは行けるよ、今そういう状況になってます。門を開いたからクリームが来るかというと、なかなかそうはならない。で、今まで我が国は外国の労働者を入れる仕組みは、例えば技能実習とか日系人を名目にして入れるということをやってきました。これはバブルの時に、まあ言っちゃなんですが、経団連の製造業から人手が足らないから何とかしろと言われて、無理やりルールを作った。つまりその入れる時から安い労働力をどう入れるかという議論をした結果、何年かで帰ってもらう技能実習生がいいよね、じゃあそういう入れ方で本当にいい人が来るかといえば、お尻が決まってるんだったら最後は失踪してどっかで不法就労をすればいいという程度の人しか来てくれなくなってしまうのが現実だと思います。今までは安い労働者を入れようということしか考えてなかったからこういう入れ方をしてきましたけども、外国からの移民を受け入れるというのは、少なくとも入ってきた人間は日本人と同じように扱われる、それを前提としてきちんと労働のルールを、あるいは労働ビザの発行ルールを決めていかなければならない。きちんとした移民のルールなしに海外から期間限定の安い人材を入れるというのは、技能実習生に対する、あるいは技能実習生が起こしている犯罪の数を見ただけでも、そういう入れ方はできないというのは明確になっているんだと思います。だから安い労働力を入れるんではなくて、海外から人をきちんと日本に来てもらう、その人は日本の産業の中で日本人と同じように働いてもらう、そして同じように生活をしてもらう、そういう前提でどうこの国を開いていけるかということを、やはりきちんと考えていかなければこの国の将来はなかなかないんだと思います。で、この人口減を海外からの移民だけで全部埋められるかといったら、それは埋まりません。今日本が注目されているのは、日本はほぼ世界の先進経済の中で唯一 AI やロボットを導入することにそんなに抵抗がない。なぜなら急速に人口が減っている、急速に労働力が減っている。それを何とかするためにロボットや AI を入れることにはほぼ抵抗がないというのが今の日本の現実です。おそらく海外からある程度の人を入れたとしても、人口減少を完全にオフセットするまでには到底いかないわけですから、 AI やロボットと共存しながら必要な人材を入れていく。特に AI やロボットを何台入れても社会保障費の保険料を払ってもらえませんから、この逆ピラミッドになっていく日本の人口構造の中で社会保障を維持していこうとしたら、若いうちから日本に来てもらって日本の国の制度を背負っていってもらう、日本の国の経済を一緒に背負っていく、そういう人材をどれだけ入れることができるかというのが大事なことになってくると思います。ありがとうございます。先ほど、生産性、一人当たりの生産性の向上をするのも限界であるということでしたけど、会社の皆さんはご存知の方いらっしゃるかと思いますが、いわゆる我が国が成し遂げた高度経済成長期、この時は今以上に超人手不足でございました。それでもですね、経済成長率は 今よりはあったわけでございますけど、それでも小野さん、なかなか一人当たりの生産性が望めないというような形でしょうか。日本の高度成長期は同じものを大量に安く作るというのが成長の原動力でした。で、今そのモデルを日本で展開できるかといえば、それはもう中国をはじめやっている国、得意な国がたくさんあるわけです。
そうすると今日本がやらなければいけないのは同じものを安く大量に作るということではなくて、いかに付加価値の高いものを作るか、あるいはいかに新しいサービス、新しいもの、新しい価値を作っていくかということがメインになりますから、その高度成長時代にこういうことができたというのは、それは確かにそうかもしれません。それが展開できるのはおそらくベトナムやインドネシアやミャンマーといった国の経済でそういうことを展開することはできるんだろうと思いますが、じゃあ21世紀の日本がやらなければいけない経済成長とは、かつての高度成長とは多分全く違うものになるんだろうと思います。はい、ありがとうございます。上野さんも先ほどおっしゃってましたけど、今、外国人労働力をそういった条件から受けるのは早急ではないであるならば、政府がやはり、もっとですね、緊縮財政をやはり緩めてですね、公共投資を増大したり投資する形で一人当たりの賃金を上げて生産性を向上していくというのも一つの方法だと思いますが、いかがでしょうか。そっちが先なんですよね。それを今やるいいタイミングなのに、今このタイミングで大量の外国人を入れる必要はないというふうに思っているわけです。で、多分私と河野さんの似てるところもあるなと、同じところもあるなと思ったんです。だから低賃金で外国人をですね、そんなこき使うようなことは絶対良くないというところはもう全く一緒なわけですよね。で、私は前提として人口減っていくことが、イコール経済の停滞になると思ってなくてですね、むしろ人口が減っていく方が地球規模で考えればいいだろうと思ってるんです。70億もちょっと地球のキャパシティを超えてると思ってて、ある計算によれば地球 2.5 個分のエネルギーとか食料を今の人類は必要としていると。で、他の国増えてるわけですから、だから日本が減っていくっていうのはちょうどいい規模にシュリンクしていくんであって、その期間にどうやって一人当たりの言ったら所得を上げていって、豊かな生活をするか、別に心豊かでも豊かじゃないですよ、このさんおっしゃる通りで、国民の国土っていうのはやっぱり経済性も良くないといけない。じゃあ日本の国土にどれぐらいの人口規模が適切なのって時に、今から100年前は人口5000万人ぐらいですから、日朝戦争の時ね。だからそれでもちゃんと国として成り立ってるわけですよ。日本ぐらいの広さがある国でも北欧だったら数百万で国維持してたりするわけですね。で、国民1人当たりの生産性日本人の倍ぐらいあったりするわけですよ、 1.5 倍とか。であればそういうモデルに持っていくように目指していくべきであって、今の延長線上で行くんじゃなくて、ドラスティックに働き方を変えたり生産性の向上をやる改革をまず国内できちっとやっていくこと、でその過程で一定数ですね、今 2% 程度ぐらいですから、それぐらい外国人はこれからも受け入れていくのは全然いいですよと。ただそれを 10% にするとか 15% にするとか、そういうのは明らかに日本人がやってきた今までのシステムを壊すから問題だというふうに考えているわけで、それを壊さないようにするためにまず国内で日本人に対してやることがたくさんあると思います。はい、ありがとうございました。ちょっとこのテーマお時間に来てるんですが、もう一つですね、ちょっと聞きたいことがあります。上野さんにお願いしたいんですけど、先ほど技術を持ったエンジニアであれば、優秀な人材であれば来ているということだったんですが、いわゆる国の主要産業ですね、こういったところに、外国人労働力が主要してしまうと、安全保障にちょっと関わる部分があるんじゃないかなと思うんですが、その点はいかがでしょうか。その通りだと思います。実際にですね、産業スパイなんかもね、逮捕されてるわけですよ。だから本当に河野さんおっしゃったみたいに、日本人として日本の一員として頑張りましょうと、ね、日の丸をちゃんと、日の丸や皇室にきちっとですね、敬意を持って日本人の一員として頑張りましょうというぐらいの気持ちになってくれる外国人だったらいいですけど、そうじゃなくてやっぱり軸足は本国に置いてですね、日本はあくまでそういう技術を習得し働く場ですというふうに持っている人が多数ですね、企業の中枢に入り込んでいったら、それはやはり基本企業にとってマイナスの動きをする可能性は大いにありますから、そこをね、本当にそこに依存していいのかというところは大きな論点だと思います。本さんいかがでしょうか。産業でですね、例えばドイツなどでもですね、一時クリーニング産業が移民の外国人が占めてしまって、その、移民の人たちでなければ成り立たないというような事態に、なりかねないなと思うんですが、そういった、移民の、外国人労働力を受け入れた形で、国の産業の一部を、依存してしまうような事態というのは、いかがお考えでしょうか。入ってきた外国の人がいつまでもお客様ならばそういうことになってしまうのかもしれませんけども、その外国人労働者を受け入れるのと移民をきちんと入れることの違いは、少なくともこの国を一緒に
背負っていこうという人材をきちんと入れていく、つまりその人たちは日本人になるわけですから、その外国人が何かやってるからダメだということには多分ならないんだと思います。あの例えば今日本銀行にも、外国のご両親の国籍が、日本でないという人は働いてますし、霞が関にもいるわけです。しかし彼ら彼女らは日本人として働いているわけで、何ら問題が起きるとは思っていません。あのおそらくいろんな企業へ行けばですね、もっとそういう人の割合は高くなってくるだろうと思いますが、そういう人が両親が日本人でないからダメなのか、あるいは両親とも日本人ではないからダメなのかということをやっていたら、多分21世紀日本の国は逆に生き残れないんだろうと思います。どうやってこの国にいい人材を集めるかといったら、誰にとってもこの国がいい国だよね、住みやすい国だよね、この国を一緒に背負っていきたくなるような国だよね、そういう国にどう変えていけるかというのが大事な話で、とりあえず先に来たやつが後から来たやつをなんか別な名前で呼んで、後から来るやつは信頼できないと言ってるような組織場所というのは、おそらくこれから先成り立たないんだと思います。先にいる人間も後から来た人間をきちんと受け入れて、一緒に一つの目標に向かって進んでいける、そういう多様な文化が共生できる場所をどう作っていくかというのが、やはりこれからの日本がやらなければいけないことなんだと思います。先ほど来ですね、まあ、経済の話について、お聞かせいただいたわけでございますが、まあ、仮にですね、まあ、あの外国人労働力が入ってきたときに、もし、途中での中途解雇などがあった場合、例えば失業手当であったりですとか、生活保護の部分であったり、そういった社会保障の部分、それからですね、これから、外国人労働力、そこに家族ができれば、子どもたちへの教育というものも問題になってくるかと思いますが、その点についてお聞きしたいと思っております。では今度は河野議員からお願いしたいと思います。あの当然日本で一緒に暮らしていくわけですから、社会保障の保険料負担をきちんとしていただくことになるんだと思いますし、その必要な社会保障の給付は受ける権利があるんだろうというふうに思っております。あのこのままの人口構成で、今の年金制度、マクロ経済スライドを発動して、おそらく厚生年金でも十数年マクロ経済スライドが発動される、国民年金、基礎年金はさらに長い間マクロ経済スライドが適用されるというのが分かっています。その時におそらく今40の方が多いんじゃないかと思いますが、まあ、あの理事長さんは、基礎年金じゃないのかもしれませんけども、あのそういうことを考えて、この人口構成がさらに逆ピラミッドの上が開く中で、年金をはじめ、介護にしろ医療にしろ今の社会保障をやっていけるかというと、それはやっぱり相当厳しい状況になるんだと思います。今の社会保障を維持していくためには、おそらく相当負担も引き上げていかなければいけないと、当然これから人数がどんどん少なくなっていく現役世代の負担というのが大きくなっていかざるを得ないと思います。そういう中で、あの外国から一緒にやろうと言ってくれる人を増やしていって、少なくともそういう人にも社会保障の制度を一緒に維持をしてもらうというのは、やっぱりまあ、それだけであのこの問題が解決できるというつもりは全くありませんが、少なくとも現役世代の負担を軽減していくために、やはりそこの人材を外から入れざるを得ない。その子どもの数がさっき申し上げたように、いきなり出生率が2倍を超えたとしても、そこからの20年というのは、
彼らはまだ働かないわけで、扶養者が増えるだけですから。ということを考えると、この社会保障制度を維持していくためにも、そのどう国を開いて、いろんな人に一緒にこの国、社会保障制度を含めた国を一緒に維持していく、一緒に支えていく、それをやってくれる人を入れていくというのは大事なことじゃないかと思います。同じ質問を神谷さんさせていただきたいと思います。ドイツの例もありますね。ドイツの移民の受け入れで社会保障費がすごく悲鳴を上げているという例がありますが、この点に関して我が国がもしそうなった時に将来像というのはどうでしょうか。そうですね、だから今までの例、これからの例はちょっと置いといたし、今まで見ると外国人労働者を受け入れてきたのは大企業なんです。大企業は本当に彼らを大事にしてちゃんと社会保障もね、取ってもらえるように扱ってきたかというと、河野さんが言うように全然違うということですね。日本は昔は社員は家族というようなんですね、そういう経営方針がありましたけども、今はもうそういうことはなくなって、もう株主資本主義でですね、目先の利益しか考えないような経営者が増えてきてしまっているのが現状ではないかというふうに思います。企業はやっぱり外国人の努力を使って利益を上げたいんですよ。別に一緒に日本を良くしてくれっていうことは考えておられないですね。河野さんみたいに考えておられない経営者が多いだろうと残念ながら思います。だから、外国人労働者のですね、そういう家族のこととか社会保障のことまでちゃんと考えてる企業って一握りだと思います。でこれ言い方悪いですけどもですね、なんか今の日本企業のそういう低賃金で外国人を使おうなんていう人を見るとですね、なんか戦前の欧米のですね、植民地のプランテーションで働かされているような労働者を思い出してしまうわけですよ。だからそういうふうな形にしては絶対いけないということですね。ブラジル人移民が日本一集まっているですね、群馬県の大泉町というところをこの間視察してきたんですけども、彼らは企業はですね、彼らブラジル人、日系のブラジル人を雇うときに社会保障の話なんてほとんどしなかったそうです。だから企業と行政は連携してなくてですね、行政が税金とか保険料払ってくださいって言っても外国人意味わかんないんですよ。そういう時、就労の時説明を受けてないから。でそんな外国人が社会保障の大切さに気づいたのはリーマンショックで職がなくなった時です。で実際に餓死しちゃった人もいたそうなんですね。オープンにはされてないけれども、そうなった時に初めて、あ、社会保障って大事なんだと、だから払っとかないといけなかったんだということが気づくというような感じです。で企業の原則は利益重視ですから、だいたい不況が来るとですね、外国人から首切っていくんですよ。でやっぱり切りやすいからですね。でそういった放り出された企業から放り出された外国人の面倒を見るのは行政という形になります。じゃあ行政の資金は誰が出してるんですかって言ったら、我々国民一人一人の税金です、ね、だから結局社会保障を、ね、支えてくれればいいですけど、逆に入れることによって社会保障費がドイツのように上がるリスクっていうのは今まで通りやってたらたくさんあります。だからそうじゃない、ね、優秀で税金も払える人を入れるっていうんだったらいいんだけど、何十万人とかいう規模がの人が日本に来てくれるわけがないと僕は思ってるわけですよ。枠を広げたらそうじゃない人の方がたくさん来てしまうわけで、そうなると社会保障費っていうのは必ず増大すると思います。私は大阪から来てますけども、今から10年ほど前、8年ほど前かに大阪でですね、中国人がどさっとやってきてですね、一気に生活保護をすぐに申請して通しちゃったというようなケースがありました。実際もう社会問題になってすぐ大阪市の方もですねチェックして、まあ、ほとんどの人間の受給は切ったんですけど、でも大きな問題になったんですね。だからそういうことをブローカーがやるんですよ。だから大阪の一部ではですね、中国人が持ってるマンションに中国人が住んでて、なぜかみんな生活保護もらってるみたいなマンションもあるわけで、そういう日本の社会保障を悪用して食い物してる連中が少なからずいるということですね。から医療費の問題を見ても、日本のやっぱり医療ってしっかりしてるんですね。外国人は単発でやってきて日本の社会保険は当然使えません。当たり前ですね、払ってないから。だから国保に入るために国保がもらえる条件で入ってきて、で診察だけ、高額の診察だけ受けて帰っちゃうというようなのも問題になって、今厚生労働省が調査をしているというふうに聞いています。そういったように今の制度上いろんなですね、こう穴があるわけですよ。それを整えもしないでいきなり枠だけ広げたら、社会保障費を賄ってもらえるどころか流出する結果につながるだろうと僕は危惧しています。ちょっと待って、その外国の移民を入れる前提というのは、きちんとそういう制度を作って入れるというのが前提ですから、その今の技能実習の期間を延ばそうとか、あるいはその来た人間を安い労働力で使っていいよという前提で入れるわけでは決してないんで、今の前提で議論をしたらそういうことになるかもしれないけども、だからこそきちんとした制度を作ってちゃんとしたルールに基づいて入れるというのが大事なんだと思う。
いや、もうその通りだと思います。だから私は今の制度上では絶対入れてはダメで、その制度をまずやることが大事だから、だから日本人が日本国内に出るべきことがたくさんあるので、それを先にやらなければいけないというさっきの話につながります。